西暦1999年、突如ようこそ地球統合軍バルキリー隊へ。私は管制担当のエマ・グレンジャー中尉、ナビゲーターを務めます。では早速ですが、バルキリー隊のロイ・フォッカー少佐よ。よし、ひよこ、お前もこれから実戦部隊に配属されることになる。望み通りになる保証はないが、配属先候補はどちらがいいんだ。プロメテウスだな。よし、今日からお前は空母プロメテウス所属のバルキリー隊に配属だ。しっかりやれ。西暦2009年2月7日、地球統合軍宇宙艦隊所属SDF-1 マクロスは進駐式を迎えていた。その最中、艦長である私のもとに宇宙空母アームドワンがマクロスのブリッジに駆けつけた。私が見たのは信じられない光景だった。ブリーフィングを行います。空間のマイストロフ大佐だ。フォッカー少佐が式典会場に行っているので、式典の途中だが、つい先ほど宇宙空母アームドワンが月軌道上にて、これは10年、今回も何かしらの物体がフォールドアウトして、さらに今回グローバル艦長も状況把握をするため、何事だ。何だと。続報、本艦主砲ビームは月軌道内28万キロ地点で宇宙船と思われる物体に命中。これを破壊。現在後続の宇宙船多数急速接近中。こちらの攻撃に対する報復攻撃が予想される。全艦第1級戦闘配置。なんということだ。諸君、聞いての通りだ。直ちに全機発進準備。状況の変化、任務の更新はブリッジオペレーターから追って指示を下す。頼むぞ、マクロスを守ってくれ。本艦は現在異星人と交戦中である。これは演習ではない。繰り返す、これは演習ではない。スカルリーダーより、スカル7番機上がってきたな。ひよっこ、いきなりの実戦だが落ち着いていけ。目的は敵空戦部隊の殲滅だ。気を抜くなよ。
ンサイト1よりバルキリー隊の各機へ。敵地上部隊多数接近中。 B 隊形を取って地上の敵を殲滅してください。地上の敵を優先してください。you
殲滅を確認。こちらガンサイト1、本艦はこれより地球製のエンジンにて再浮上。マクルス発進。こちらガンサイト1、本艦はこれより衛星軌道まで上昇。バルキリー隊各機は上空にて本艦に合流せよ。了解。おめでとう。兵士は生き延びるのも大切な任務。ウィジン、今日の記念にあなたが乗っている。異星人と遭遇しても先制攻撃を仕掛けてはならないという前日の防衛会議の決定はマクロスの手法の自動発射によって覆された。ブリーフィングを行う。こちらガンサイト1、敵攻撃部隊接近。護衛機各隊は戦闘準備。衛星軌道上に高エネルギー反応、急速接近中。アームドワン、ミランダ、アキシマ、撃破された模様です。なんてこった。スカルリーダーよりバルキリー隊各機、マクロスは絶対にやらせるな。気合を入れていけ。こちらガンサイト1、現在衛星軌道上からの敵の攻撃を受けています。敵の目を欺くため本艦は高度を落として南アタリア島へ向かい、地表付近でフォールド攻防を行います。バルキリー隊各機は本艦を援護しつつ共に降下せよ。大気圏突入時はマクロスは無防備だ。突入開始までに周囲の敵を全滅させろ。突入開始は120秒後です。それ以上は待てません。
ちこたえられません。こちらガンサイト1、敵攻撃部隊接近。護衛機各隊は戦闘準備。衛星起動上に高エネルギー反応、急速接近中。アームドワン、ミランダ、アキシマ撃破された模様です。なんてこった。スカルリーダーよりバルキリー隊各機、マクロスは絶対にやらせるな。気合を入れていけ。こちらガンサイト1、現在衛星起動場からの敵の攻撃を受けています。敵の目を欺くため本艦は高度を落として南アタリア島へ向かい、地表付近でフォールド攻撃を行います。バルキリー隊火器は本艦を援護しつつ共に降下せよ。大気圏突入時はマクロスは無防備だ。突入開始までに周囲の敵を全滅させろ。突入開始は120秒後です。それ以上は待てません。こちらガンサイト1、敵攻撃部隊接近。護衛機各隊は戦闘準備。衛星起動上に高エネルギー反応、急速接近中。アームドワン、ミランダ、アキシマ撃破された模様です。なんてこった。スカルリーダーよりバルキリー隊各機、マクロスは絶対にやらせるな。気合を入れていけ。こちらガンサイト1、現在衛星起動場からの敵の攻撃を受けています。敵の目を欺くため本艦は高度を落として南アタリア島へ向かい、地
標付近でフォールド攻法を行います。バルキリー隊各機は本艦を援護しつつ共に降下せよ。大気圏突入時はマクロスは無防備だ。突入開始までに周囲の敵を全滅させろ。突入開始は120秒後です。それ以上は待てません。指定高度に達した後フォールド攻法を行います。バルキリー隊はそれまでに敵追撃部隊を迎撃し帰還してください。Thank you.
時間がありません。バルキリー部隊は帰還してください。バトロイドまたはガウォーク形態で甲板に着地してください。
を確認。時間がありません。バルキリー部隊は帰還してください。バトロイドまたはガウォーク形態で甲板に着地してください。
認。時間がありません。バルキリー部隊は帰還してください。バトロイドまたはガオーク形態で甲板に着地してください。
たはガウォーク形態で甲板に着地してください。指定高度に達した後フォールド攻防を行います。バルキリー隊はそれまでに敵追撃部隊を迎撃し帰還してください。Thank you.
敵増援を確認。時間がありません。バルキリー部隊は帰還してください。バトロイドまたはガウォーク形態で甲板に着地してください。指定高度に達した後、フォールド攻防を行います。マルキリー隊はそれまでに敵追撃部隊を迎撃し帰還してください。
を確認。時間がありません。バルキリー部隊は帰還してください。バトロイドまたはガモンク形態で甲板に着地してください。このまま降下し、指定高度に達した後、フォールド攻法を行います。バルキリー隊はそれまでに敵追撃部隊を迎撃し、帰還してください。
式増援を確認。時間がありません。バルキリー部隊は帰還してください。バトロイドまたはガウォーク形態で甲板に着地してください。このまま降下し、指定高度に達した後、フォールド攻法を行います。マルキリー隊はそれまでに敵追撃部隊を迎撃し、帰還してください。
機追撃部隊が残っています。撃退してください。
追撃部隊が残っています。撃退してください。バルキリー部隊は帰還してください。バトロイドまたはガウォーク形態で甲板に着地してください。バトロイドまたはガウォーク形態で甲板に着地してください。本艦はこのまま降下し、指定高度に達した後、フォールド航法を行います。マルキリー隊はそれまでに敵追撃部隊を迎撃し、帰還してください。
認。時間がありません。バルキリー部隊は帰還してください。バトロイドまたはガウォーク形態で甲板に着地してください。
60秒後にホールドを行います。バルキリー隊は直ちに帰還してください。ホールド突入10秒前9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。ホールド突入。マクロスは敵の目を欺き、攻撃をかわすために南アタリア島上空でのフォールド空間転移を決行した。しかし予期せぬ手砲発射の悪影響はフォールドシステムにも及んでいたのだ。マクロスは南アタリア島や海上の空母までも巻き込みフォールドを行った。しかもその行き先は設定したはずの月の裏側ではなく太陽系の外惑星冥王星軌道上だったのだ。フォールドとともにフォールドシステムは消滅し、マクロス、我々は空母プロメテウス、強襲艦ダイダロスを急遽マクロスに係留し、避難していた民間人5万人をシェルターごと艦内に収容した。一方、新たな問題も浮上した。フォールドシステムの消滅によりエネルギー接続が断ち切られ、マクロス全体を強引に変形させます。このため
民間人居住区への深刻な被害が予想されます。ランサイト1よりバルキリー隊各機へ。トランスフォーメーションまでなんとかマクロスを守りきって。よっぽども聞いての通りだ。市民の犠牲を伴う決断だ。絶対に失敗させるな。マクロスに取り付いている敵はガンポットで慎重に仕留めてください。マクロス損壊率 30%。 トランスフォーメーション始動。2分前。フォーメーション。手砲発射。なかなか活躍しているな。お前の昇進が決定したぞ。お前は今日から少尉だ。部下もつけてやる。自分はエディ・ユーティライネン軍曹であります。同じくブルース・ルーデル軍曹です。まだ新米だが筋はいい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日からお前にパープル招待を任せる。おめでとう少尉。私も応援しています。しっかりね。これからは VF1J がお前の期待だ。今まで以上の活躍を期待しているぞ。
以上だ。少尉、お疲れ様です。トレカ集めてるって聞いたんですけど。 J 型のトレカがダブリなんで1枚どうですか。トランスフォーメーションによってエネルギー接続は回復して手法を打つことができましたが、市民の皆さんに大きな被害が出てしまいました。ブリーフィングを行います。オレンジ、パープル、ローズのバルキリー各隊は前方のリングを抜け、カシーニ空域 R18 ポイントに移動。敵艦を主砲軸戦場に誘い出す。塊には触れるなよ。気をつけていけ。敵に悟られたらおしまいだ。指示があるまで武器の使用は禁止する。もたもたするな。遅れるんじゃねえぞ。リング内で武器は使用禁止です。敵に発見されますよ。リング内で武器は使用禁止です。敵に発見されますよ。気をつけて。使用禁止です。敵に発見されますよ。使用禁止です。敵に発見されますよ。のんびりしてる場合ではありません。任務は解除します。オレンジ、パープル、ローズのバルキリー各隊は前方のリングを抜け、カシーニ空域 R18 ポイントに移動。敵艦を主砲軸戦場に誘い出す。塊には触れるなよ。気をつけていけ。敵に悟られたらおしまいだ。指示があるまで
武器の使用は禁止する。モタモタするな。遅れるんじゃねえぞ。間に合いませんよ。全速で進んでください。気をつけて。スカルリーダーより各機へ。これより惑星の影のゾーンに入る。森に気をつけろ。ケーキに気を配れ。のんびりしてる場合ではありません。任務は解除します。オレンジ、パープル、ローズのバルキリー各隊は前方のリングを抜け、カシーニ区域 R18 ポイントに。よし、氷の塊には触れるなよ。気をつけていけ。敵に悟られたらおしまいだ。指示があるまで武器の使用は禁止する。モタモタするな。遅れるんじゃねえぞ。そんなペースでは間に合いませんよ。全速で進んでください。スカルリーダーより各機へ。これより惑星の影のゾーンに入る。氷に気をつけろ。ケーキに気を配れ。しっかりなさい。マクロスへ帰還して。オレン
ジパープ。よし、氷の塊には触れるなよ。気をつけていけ。敵に悟られたらおしまいだ。指示があるまで武器の使用は禁止する。もたもたするな。遅れるんじゃねえぞ。決められたエリアを守ってください。敵に発見されますよ。決められたエリアを守ってください。敵に発見されますよ。ペースでは間に合いませんよ。全速で進んでください。スカルリーダーより各機へ。これより惑星の影のゾーンに入る。氷に気をつけろ。ケーキに気を配れ。オレンジ、パープル。よし、氷の塊には触れるなよ。気をつけていけ。敵に悟られたらおしまいだ。指示があるまで武器の使用は禁止する。もたもたするな。遅れるんじゃねえぞ。リング内で武器は使用禁止です。敵に発見されますよ。リング内で武器は使用禁止です。敵に発見されますよ。中間点を通過しました。残りも気をつけて。スカルリーダーより各機へ。これより惑星の影のゾーンに入る。氷に気をつけろ。ケーキに気を配れ。リング内で武器は使用禁止です。敵に発見されますよ。あと少しです。最後まで気を抜かないで。攻撃開始。
雑魚を叩いて敵艦を誘い出せ。よし、リングから出りゃこっちのもんだ。ブルース、行くぜ。張り切りすぎて油断するな。この AD 様に任せてな。マクロスは手法を打たないの？トラブル発生。手法を発射できません。なんてことだ。このままじゃやられちまうぞ。ミサイル接近。ピンポイントバリア展開。敵ミサイル、どうだ。敵艦の艦首から発射されてる。敵艦とマクロスの間だ。ダイダルスに集合してください。なんだ、何を始める気だ。ガンサイトワンより各機へ。これより本艦は D 作戦を決行する。バルキリー隊各機は本艦を援護してください。 D 作戦ってなんだ。知るか、初耳だ。聞いての通りだ。パープル小隊は敵ミサイルを撃ち落とせ。マクロスは攻撃させるな。他各機はパープル小隊を援護。マクロス損壊率 20%。 ピンポイントバリアだけでは防ぎきれません。作戦エリアを離れないでください。敵艦進路予測完了。接触まで90秒です。マクロス損壊率 40%。 地帯損傷。発動まで60秒。マクロス損壊率 50%。 マクロス損壊率 60%。発動30秒前。地帯損傷。作戦エリアを離れないでください。マクロス損壊率 80%。 なんとかしてください。マクロスは何をする気だ。ダイダロスアタック。ピンポイントバリアを
艦首に収束させたダイダロスを敵艦に突き刺し、デストロイド隊の攻撃で内部から破壊する。早瀬中尉がダイダロスアタックと名付けたこの攻撃で、なんとか敵を退けたマクロスは再び地球を目指しました。しかしその後も必要な攻撃を受けて進路の修正を余儀なくされ、火星近傍を通過することとなりました。火星に接近したところで閉鎖されたはずの火星サラ基地から観測データの通信信号が届いたので、物資の補給を兼ねてマクロスはサラ基地に調査のため立ち寄ることになりました。ブリーフィングを行います。本艦は本日1100地球統合宇宙軍火星調査隊サラ基地東部に着陸予定です。着陸後、作業班はサラ基地に遺棄されている物資を艦内に搬送します。バルキリー隊は敵の襲撃に備え、搬送作業班とマクロスの護衛任務についてください。補給路の確保はデストロイド隊が担当します。パープル小隊は右舷側第一次防衛ラインにて警戒任務についてください。サラ基地は4年前に閉鎖され、隊員は帰還途中に反統合軍の襲撃、しかし我々は先ほどサラ基地から発信、この信号は基地閉鎖以来一度も、何か異変がある可能性も否定できません。以上です。全艦戦闘配置、繰り返し、全艦戦闘配置。マクロス浮上開始。重力制御システムスタンバイ。敵戦闘部隊多数高速接近中。バルキリー隊は迎撃態勢に入ってください。敵さんの登場だ。来るなら来い。マクロス浮上できません。地中深くに何かあります。それが重力制御システムを抑え込んでいるようです。罠か。このままじゃやばい。とにかく敵をマクロスに近づけるな。了解。自分の担当エリアをしっかり守りなさい。自分の担当エリアをしっかり守りなさい。20%。 敵をマクロスに近づけないでください。中機体損傷。
ト部隊多数高速接近中。戦闘配置繰り返す。全艦戦闘配置。マクロス浮上開始。重力制御システムスタンバイ。敵戦闘部隊多数高速接近中。マルキリー隊は迎撃態勢に入ってください。敵さんの登場だ。来るな、来い。地中深くに何人かあります。それが重力制御システムを抑え込んでいるようです。罠か。このままじゃヤバい。とにかく敵をマクロスに近づけるな。了解。自分の担当エリアをしっかり守りなさい。ダンス浮込めデブラ。敵部隊のリーダーを確認。指揮官を撃退して敵の進行を食い止めてください。
敵戦闘部隊多数高速接近中。ガンサイト1より各機オペレーションオーバーラン発動。サラ基地反応炉を暴走させました。5分後に臨界爆発します。この爆発をもって敵重力機雷を破壊、マクロスは浮上します。デストロイド、バルキリー隊は退却。基地付近に敵をおびき寄せて少しでも敵に損傷を与えてください。取り残された早瀬中尉をスカル23番機が救援に向かっています。援護のため基地内の敵を排除してください。基地内の敵の排除を優先してください。爆発臨界まで3分30秒。離脱します。爆発臨界に到達します。総員離脱。私たちがマクロスで地球を旅立ってから8ヶ月が過ぎました。町のみんな開局記念にミスマクロスコンテストをやることになり、マクロス中がちょっとしたお祭り騒ぎです。でもまさか敵の異星人までこの放送を見ていたなんて。
ところごめんなさい。当直のパイロットが不在で間に合わないので緊急に出撃してもらいました。敵偵察機と思われる機影を発見。本艦直上12時方向で周回運動中です。直ちに正体を確認の上、敵であればこれを排除してください。その機体はプロテクターウェポンシステム GBP-1S アーマード装備です。装甲が厚く、ミサイルも多数搭載できますがバトロイド体系専用です。任務完了まで変形はできないので注意して。それではこれより第二次審査に入ります。第二次審査は水着姿の審査で、主にプロポーションの美しさを。変ね。軍用周波数に艦内テレビ局の電波が入り込んでいるわ。今日から始まった放送なので周波数の干渉排除がうまくできていないのかも。くれぐれも気を散らさないように。敵はすぐ近くにいます。ウッケストミデブランダカンデルクルケルカスマルテストウトミゼントランテメルトランタルケタカ。やったデッカルチャウッケストダンツウマルテスザダンツウケイデブラン、ニレケガバンスマンカデブランズからリン・ガドラエントリーナンバー12、リン・リンネーさん。
ケルツだか。ロームコルテザンダケルカリアデッカーズテルネス、タレニマルテソウッケス。決定しました。ミス・マクロス、リン・ミンメイ。任務完了を確認。お疲れ様。起動してください。コンテストは大盛況で、ミンメイちゃんが見事ミス・マクロスに選ばれました。一方マクロスは地球間近に到達しながらも敵艦隊の包囲に遭い、通信妨害が解除された隙に地球統合軍本部に連絡を取った。そしてゼントラーディと名乗ってブリーフィングを行います。敵の攻撃により小惑星カミールが全壊、無数の破片となって本艦の周囲を漂った。さらに攻撃によりマクロスの広域レーダーが損傷を受け、その機能を停止しています。修復までには10時間かかるとのことです。このため現在我々は周辺中域の状況把握が全くできない状態にあります。この状況下で我々は先ほど敵対勢力からと思われる通信を受信し、グローバル艦長はこの敵が早瀬中尉のキャッツアイとバーミリオン小隊が探索に出動しましたが、障害物が多く難航しています。そこで速やかに索敵を行うべくキャッツアイ2号機を発進させることとなりました。あなたたちにはこの護衛任務に当たってもらいます。なお今回の索敵オペレーターには敵がすでに動き始めた。そういえばミス・マクロスのリン・ミンメイが来週の日曜日にアイドルデビューするんだってな。ああ、ニャンニャンでチャイナドレス着てた子だな。悪くないとは思ってたが。あら、ミンメイさんってもうこんなにファンがいるんですね。はい、彼女はそのマクロスの中から生まれたアイドルですので。そうであります、自分も応援してるであります。ミンメイさんのためにも私たちはマクロスを守らなければなりませんね。さあ、今は私の偵察機をしっかり護衛してね。敵編隊接近。くそ、注意は守ってみせる。
大将から離れています。ミサイルを使うとキャッツにもダメージが出ます。何ですって？隊長、奴にミサイルを使うと。キャッツアイ爆発！上位のセジクレーです。変態接近。クソ、注意は守ってみせる。まで損傷するぞ。ガンポットで倒せ。了解。
対象から離れています。そういえばミス・マクロスのリン・ミンメイが来週の日曜日にアイドルデビューするんだってな。ああ、ニャンニャンでチャイナドレス着てた子だな。悪くないとは思ってたが。あら、ミンメイさんってもうこんなにファンがいるんですね。はい、彼女はそのマクロスの中から生まれたアイドルですので。そうであります。自分も応援しているであります。ミンメイさんのためにも私たちはマクロスを守らなければなりませんね。さあ、今は私の偵察機をしっかり護衛してね。敵編隊接近。くそ、注意は守ってみせる。
ますよ。隊長、離れてますよ。隊長、護衛対象から離れています。離れてますよ。隊長、護衛対象から離れています。隊長、護衛対象から離れています。護衛対象から離れています。少尉、軍曹、ありがとう。助かったわ。偵察部隊、応答願います。そちらは大丈夫ですか？こちらは護衛2番機、危ないところだった。奴らキャッツアイを狙ってきたんだ。やっぱり。実は早瀬中尉の登場したキャッツアイ1号機が護衛部隊ともども消息不明なんです。なんだって？データ収集は完了を確認しました。任務達成です。直ちに帰還してください。早瀬中尉のキャッツアイを護衛する任務に当たった隊長と俺。そこで俺たちが見たのは、圧倒的な軍事力を持ち戦うことしミス・マクロスになったミンメイちゃんの歌手デビューの日が近づいてるっていうのに。隊長、早く逃げ出しましょう。こんなところ。いいな、気を抜くなよ。
なんだ今のは。パープル正体、初めて見る敵がそっちに向かった。強敵だ、気をつけろ。ザンツガドラスランアルケスラス。気をつけて。受け。ガドラス。ロム・インタローア・ミリア島ラプラミス、ガンツ・プレウケイ、トウケイ・ダバルス。応答願います。こちらマクロス・ブリッジ・オペレーター、早瀬美沙、他4名。敵戦闘ボディが就寝、漂流中、願います。聞いたか、行方不明になってた早瀬注意じゃないのか。生きてたんだ。敵のポッドをダッシュしたってことは捕虜になってたのか。これで敵の様子が分かるかもしれん。大変なことになったぞ。パープル正体さん、早瀬注意はそちらの担当区域を漂流中です。レーダーに位置情報を送りますので接近し B 体系で捕捉してください。やったー、マクロスに戻ったらパーッとやりましょうね。柿崎君はそればっかりですね。ガキザキらしくていいよ。今夜は俺がおごるよ。さすが隊長。漂流しているポットに接近し B 体系で捕捉してください。こちらパープル3、早瀬注意の戦闘ポットを捕捉、これより帰還する。
早瀬大尉以下4名の話はにわかには信じがたい。彼らは西暦2009年、その頃マクロスに潜入したゼントラーディの3名のスパイたちは地球人の生活文化に衝撃を受けていた。彼らにとって男女が親しくすること、戦闘員ではない人々の存在、戦いとは無縁の娯楽文化は全て。一方アラスカの統合軍本部では私たちの方、しかしそこで出された結論は敵軍との接触、さらにマクロスには民間。敵をマクロスに近づけないようにしてください。了解。いいか、以前現れた高機動の敵も混じっているようだ。十分注意しろよ。パープル小隊はマクロス上空の敵部隊を殲滅しろ。受け、マーカーアルカス、ラクツアンスラン。スカルリーダーよりバミオン招待。いいかお前ら、隊長がいない時だからこそしっかりやれ。はい、分かってます。ご心配無用。ダメージ。こちらバーミリオン3。さすがですねパープルリーダー、そっちの敵は任せましたよ。マックス逃げろ。逃げる。ヤクで受け、オニクスカバラス。早い、こいつか。パープルリーダーに出た手強い相手ってのは。に侵入した。前期マクロスへ向かえ。戦闘エリア制限を更新します。マクロス周辺の敵機を排除してください。
後ろに向かっています。気をつけて。攻撃していた敵の撤退を確認しました。警戒態勢は解除されました。ダンツ、ウテガンツ、メナルトに。よし、もういいだろう。フォッカー少佐、機種が下がっています。大丈夫ですか？隊長が被弾なんて珍しいですね。大丈夫だ。これより帰還する。
なかなかの戦績ですね。昇進が決定しました。あなたは今日から注意です。機体も VF-1S になります。これからもマクロスの護衛をしっかり頼みますよ。早いものね。新兵だったあなたがロイと同じ S 型の機体を乗りこなしている。ロイの志がこうやって引き継がれていくのね。これはロイのコレクションの中にあった S 型。あなたもロイに負けない。地球統合軍パイロットロイ・フォッカー少佐はゼントラーディとの戦闘により負傷死亡した。戦闘中に受けた負傷が原因だった。約束のパインサラダを食べるために彼は後年ロイ・フォッカーの名を。私たちが失ったものはあまりにも大きい。グローバル艦長は統合軍本部の決定に反発してマクロスによる都市部上空の飛行を決行した。幸い統合軍本部との一連のやり取りを傍受した北米オンタリオ自治区からマクロスは直ちに進路を。未確認飛行物体多数大気圏に突入。本艦に接近中。敵攻撃部隊と思われる。バルキリー隊は全機発進、迎撃せよ。ダール、ウッデ・エルケル・アルマジガル、ウッザンツ。マーカダルク、ロム・マクドミラーザルブ・プレウ・コメニルケダルカーン・ダンツ・プレウ・ケイエス・ケスタ・アルマダカンズからホルト・ウケイ。こちらパープルス、
敵大型戦艦を発見。いつの間に。バリアシステム急速展開、全方位バリア作動。デカルチャーガーマアルケスミルケデブランタカデラスケスホルトガドラ。バリア展開成功。すげえ、あれだけの攻撃を跳ね返したぞ。これで諦めてくれればいいんだがな。テスガーマウッテルネストザルグガドラバトラスヤグマーカラスカス。ダンスアルマホルトガドラ。こちらガンサイトワン、今度こそ敵は本気かもしれないわ。バリアが破られないうちに少しでも戦艦を叩いて。ここで敵艦を撃沈すると都市に被害が出てしまいます。敵艦の砲塔を狙いましょう。マクロスのダメージを少しでも抑えるってことだな。
んだかニルケテカンツテスダンスのガンツフィールド安定回路にトラブル発生。敵艦隊レッドゾーンに侵入。ローも攻撃続行中。バリアシステム異常発生。各作業員は緊急待機。このままでは爆発します。やっ撃ってるケース。本艦に接近中。敵攻撃部隊と思われる。バルキリー隊は全機発進。迎撃せよ。ガルフ撃って、エルケル・アルマズガラ撃つ。アンチ Zants to McDonald. Marka Dark. Rome McDonald. Zarb Preu Kome. Nilke Dalkan Dants Preu Kei. Eskesta. Armada Kanzukara. Horto Uke. Kuchira Papulus. Teki Ogata Senka wo hakken.いつの間に。バリアシステム急速展開。全方位バリア作動。こちらガンサイトワン。今度こそ敵は本気かもしれないわ。バリアが破られないうちに少しでも戦艦を叩いて。ここで敵艦を撃沈すると都市に被害が出てしまいます。敵艦の砲塔を狙いましょう。マクロスのダメージを少しでも抑えるってことだな。
了しました。次の敵艦に向かってください。それでも相当な攻撃にさらされているからな。フィールド安定回路にトラブル発生。バリアシステム異常発生。各作業員は緊急待機。このままでは爆発します。全バルキリー隊員すぐ地球遠方に退避せよ。繰り返す、地球遠方に退避せよ。退避だって？バリアが爆発するわ。あなたたちだけでも逃げて。それじゃマクロスは。やっ、撃ってるケース。柿崎、遅れんな。柿崎、ダメです、隊長、間に合いません。うわ、柿崎。
マクロスの全方位バリア暴走は巨大な爆発を生み、周囲の艦のみならずマイクローンの都市までをも消滅させてしまった。マクロスはマイク一方、ブリタイ閣下やエキセドル記録参謀が頭を抱えるほどの素晴らしい報告をした俺たちは、帰還してからの日々に味気なさを感じ始めていた。こっそり持ち帰った文化の断片を、俺たちは密かに重大な決心を。敵は12時方向に散開して接近中。パープル小隊は本艦左舷前方を守れ。ダイダロスアタックを逆手に取って罠を仕掛けたんだ。パープル小隊、聞いての通りよ。エリア内の敵を大至急掃討して帰還して。いや、ふざけた真似を。隊長、さっさと片付けて戻りましょう。
艦内へのミサイル兵器使用は禁止。攻撃はガンポットとレーザーガンで行ってください。敵の電波妨害のためレーダーが機能しません。レーダーが使えるようになるまでこちらで誘導します。機体損傷。敵へ一時の方向、前方右寄りです。方向右手前方です。敵へ十字の方向左手前方です。パックルリーダー気をつけて。機体損傷。駆除方向、後方です。敵へ12時の方向、前方です。するので内部に侵入し敵を掃討してください。マクロス損壊率 30%。 核壁が閉まってしまうので奥に向かってください。敵へ一時の方向、前方右寄りです。損壊率 40%。 敵へ一時の方向、前方右寄りです。艦内の敵はほぼ殲滅、残りは追い出せたみたいよ。念のためエンジンブロックの奥まで見回りをお願いします。閉まってしまうので奥に向かってください。
使用禁止です。ガンポットで戦う。エンジンブロック最深部に鉄器を発見。こいつら攻撃してきませんね。なんか様子がおかしいぞ。撃たないでくれ。私たちに攻撃の意思はない。変です。侵入した敵に混乱が見られます。アルマゼントラン、ホルトガドラス、タノジン・コルネスタってギルツラン。ねえ、見てすったか。ガドラス、ああ。ダメージ。機体のダメージが大きくなってきました。気をつけて。使用禁止です。ガンポットで戦いましょう。マイクロンスパイにそそのかされた兵士たちがマクロスへ亡命した。ゼントラーディの兵士としては考えられないことだ。文化を持つ者と関わればさらに信じがたい事態が発生した。敗北の敵を討つためにマクロスに乗り込んだミリアがこともあろうにマイクロンの男とつがいになるというのだ。マイクロンどもはそれを世紀の生還結婚だと騒ぎ立て、映像ついにあのマクロスを完全に破壊するために停戦施設としてマイクローン化した。ボドルザー総司令はもはやマクプロトカルチャーに汚染されたと判断された我々までも帰還。ブリーフィングを行います。諸君、私はゼントラーディ・ゼム一級記録参謀エキセドルである。ボドル機関艦隊が地球と我々ブリ隊アドクラス艦隊を消し去るべく、この機関艦隊は479,122隻の戦闘艦を擁しているが、単純に比較して3500倍の敵と、これを無謀と見る者も、お諸君ら自身に目を向けてみたまえ。諸君らは千数百倍の戦力を持つ敵、かつ保証はないが戦い方はある。それはベルナル級、すなわち機関艦隊上位3ランクまでの分岐艦隊機関を攻撃することだ。分岐艦隊では機関が沈められた場合、自動またベルナル級のこれらを叩くことで効率よく分岐艦隊を撤退させ、他のマイストロフ大佐の当然護衛艦隊が行く手に立ちはだかるわけだが、あくまで目標はボドル機関である。バルキリー隊にはぜひ護衛艦隊を撃破し道を切り開いてもらいたい。最終決戦のために温存しておいた反応弾頭を使用する。各隊、通常兵器を反応弾頭に換装。反応弾は通常兵器とは比べ物にならないほど
時期、料金。情報によると機関艦隊は今すぐにでもフォールドアウトしてくる可能性があるそうです。パープル小隊は反応弾へ換装後、直ちに哨戒任務に当たってください。どうかご分を。480万の艦隊を相手にこちらはマクロスと一戦席だ。さすがに覚悟を決めてかからないといけないな。これは なんだ。地球だ。地球を見ろ。デフォールド反応多数、計測限界を突破。来たぞ。あれが中。パープル小隊、迎撃してください。味方に被害が及ぶ恐れがあります。この空域では反応弾を使用しないでください。機体損傷。アルマズからデフォールド。エスケス。インタウデザンデブランデブラン。アルマゼントラン。ホルトガドラ。ガドラス。地球が。バカな。
スよりブリタイアドクラス艦隊機関ノプティパタリスへ。ブリタイ司令おられますか。ブリタイが入る。司令、マクロス艦長グローバルよりお話があります。ブリタイ司令、そちらの艦隊で林民兵の歌を同時翻訳して全軍用周波数を使って発信していただきたい。それは困るな。一体何が。モドル機関艦隊の兵士たちはプロトカルチャーの実態を知りません。そこで彼女の歌を流せば彼らはカルチャーショックを受け、一時的にせよ指揮系統を混乱させることができるはずです。この混乱に乗じてボドルの母艦を叩く。正面から戦って勝てる相手ではありません。よろしい、歌を流せば我が兵士の士気も上がりましょう。下に深刻な攻撃が。